お客様でありがとうございます、私も、たまにこうやっていろいろね、それこそ川崎大師なので子どもフェスタの時なんかお話を読ませていただくんですけど、この今日読んだお話はですね、私がこのフロンターレのこのイベントのためにちょっとどんなお話がいいかなと思って探してきたものでございます。今日はね、このもう一つの最後のお話はサッカースタジアムで働く人たちというサブタイトルがついております。もう今日の会にぴったりだわと思って選んでまいりました。お聞きください。コロコロサッカーボール。わーい、サッカースタジアムだ。シンジのお父さん、こんな大きなスタジアムで仕事をしてるなんてすごいね。うん、試合を盛り上げるためにここでいろんな人が働いてるんだって。おい、早く入ろうよ。サッカークラブの仲良し3人組、今日は揃ってサッカーの試合を見に来たのです。あれ、チケットどこだっけ。あ、ごめんごめん、僕が持ってた入り口の人は3人のチケットをちぎってくれました。さあ、いよいよスタジアムの中へ入っていきます。ところがコロ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 、ボールが転げて、おや、このボールは。慌てんぼうのシンジ君はリュックサックの中から大事なボールが落ちてしまったのに気がつきませんでした。ボールはを拾ってくれたのはスタジアムをいつもきれいに掃除してくれている清掃員のおじさんです。あ、そうか、あそこから転がってきたんだな。清掃員のおじさんはそう言いながら、一体どこにやってきたと思いますか。そう、いろいろなものが並べてあるサッカーグッズ売り場へ。ここに違いない。でも売り場の店員さんたちはとても忙しそうです。清掃員のおじさんはそっとシンジ君のボールをボールの仲間のところに置きました。これでよしと。さて、お次は向こうの通路もきれいにしなくちゃな。こう言ってとことこ行ってしまいました。するとサッカーボールのコロちゃんが声を出しました。ああ、売り物でないよ。僕はシンジ君のボールだよ。ああ、早くシンジ君を探さなくちゃ。サッカーボールのコロちゃんは勢いをつけて売り場からボーンと飛び出しました。そしてそのままコロコロコロっと転がっていったのです。わあ、にぎやかだ。この部屋は、一体何の部屋だろう。そう、コロちゃんがやってきたのはサッカー選手たちの控えているロッカールームです。選手の怪我の様子や体の調子を見ている人、選手のマッサージをしてくれている人、選手の使う道具を整えている人、いろいろな人がたくさんの仕事をしているのです。試合の前にみんな忙しく働いています。そこへチームの監督さんがやってきました。監督さんはチームが試合に勝つためにいろいろなことを考える人です。この監督さんは外国の人なので言葉を通訳する人も横に立っています。あ、ドメディン、はい、今日の試合は絶対に負けられないぞ。イエス、ワトゲデブルケベッピタ、とにかく勝つんだ。サッカー選手たちはみんな真剣な顔で作戦を聞いています。さあ、サッカーボールのコロちゃんは、はあ、プロのサッカー選手ってかっこいいなと思いました。さあ、コロちゃんもまたコロコロと転がっていって、今度は真っ暗なトンネルのところにやってきました。あれ、何にも見えない。どうしよう、どっちに行ったらいいのかわからない。あ、でもあっちの方になんか光が見える。ああ、なんか大きな声も聞こえてきたよ。よし、あっちに行ってみよう。そう、その光の先にあったのは、はい、まぶしい、すごい。綺麗な芝生が広がっています。
それを取り囲む客席には見たこともないほど大勢の人たちが自分の好きなチームを応援するために叫んでいます。頑張れ川崎フロンターレ、行け。コロちゃんはびっくりしました。こんなに大勢の人の中からシンジ君を探すなんて、どうしたらいいのかわからない。ボールのコロちゃんがベスを描いたとき、あら、誰かがまたボールを拾ってくれました。あ、また清掃員のおじさんかな。グッズ売り場に連れて行かないでね、えおじさん。けれどもコロちゃんを拾ってくれた人は黙ったままじっとボールを見つめています。あれ、このボールを拾ってくれたのは一体誰なんでしょうか。その人はコロちゃんを抱えてズン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 まっすぐに階段を降りていきました。シンジ、あ、シンジ君がいた。お父さん、あれ、それ僕のサッカーボールだ。そうだよ、大事なボールをどこかで落としてしまったんだろう。あ、ちっとも気がつかなかったんだ。ボールは持ってきちゃいけないって言っただろ。はい、ごめんなさい。シンジ君のお父さんはサッカーチームを運営するお仕事をしているのです。シンジ君、お父さんに会えて本当によかったね。サッカースタジアムにはいろいろな人が一生懸命働いてくれていました。さあ皆さん、もうすぐ試合が始まりますよ。今日も川崎フロンターレを応援しましょうね。そう、まもなくキックオフ。ありがとうございました。ちょうどいい時間、ありがとう。すごい大勢の皆さんが ね、本当にね、いろんな方が働いて、でもこうやって川崎フロンターレのサポーターの皆さんがいてくださるからこそ、選手の皆さんも一生懸命頑張ろうということ気持ちになられるんだと思います。今日はぜひ皆さん、私も力いっぱい応援する気持ちでおりますけれども、みんなで気持ちを合わせて川崎フロンターレを応援しようではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。頑張ろう。ありがとうございます。ありがとうございました。